2日間で10万本の焼き鳥が販売される食欲の秋にぴったりなイベントが福岡県久留米市で開かれています。どうぞいらっしゃいませ。炭火の香りとスタッフの活気ある声が会場に広がります。久留米市の東町公園で行われ、にぎわいを見せているのは市内の焼き鳥店10店舗などの食べ比べができる、その名も久留米焼き鳥日本一フェスタです。1本あたりの価格は上限が500円に設定されていて、明日までにおよそ10万本が販売予定だということです。来場者は5万人を見込んでいて、久留米ラーメンや筑後うどんなど焼き鳥以外の地元の B 級グルメも堪能することができます。一方、福岡市の海の中道海浜公園では海中花祭りが今日から始まりました。秋の風に揺られる100万本のコスモスや、来月にかけて色が緑から赤に変化していくコキアなど、たくさんの秋の花々を感じられるイベントです。入場料は15歳以上が450円、中学生以下は無料で、11月4日まで開かれています。